ルラ脱毛カウンセリング、番組 MC の家田紗也子です。今回はトータルビューティールラのスタッフ須宝さんとお話ししていきます。須宝さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今回のテーマは妊婦でも脱毛できるの？ということなんですが、妊婦さんでも脱毛したいなと思っている方多いと思います。こちらの質問についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。妊婦さんのお客さんも多いですか？とっても多いです。はい、妊婦さんからこう質問されることなんかで多いことっていうのはどんなことでしょうか？妊婦でもまずそちらのサロンで施術は可能ですかっていう質問が一番多いんですね。はい、ルラではもちろん大丈夫ですので来てくださいということです。妊婦さんはどの段階から施術を受けることができるんですか？安定期に入っていて、なおかつ、はい、主治医の先生とのご相談で、はい、先生が大丈夫っていうんであればぜひ来ていただいても大丈夫かと思います。なるほど。じゃあまずは先生に相談して、はい、 OK が出れば、はい、ルラですとかそのサロンに行って、はい、あのお店の方に相談してみるという形になりますね。はい、はい、そうですね、その方がいいと思います。じゃあまずは安定期に入ってからというのが一番安心かと思いますが、そこからは、はい、あのどのぐらいの時期まで施術を受けることできるんですか？はい、もう本当に臨月まで大丈夫です。もうじゃあギリギリまで、お腹が結構大きくなった状態でも大丈夫ですか？はい、そうですか。妊婦さんはどの段階でお店に来られたりですとか質問のお電話をされたりすることが多いようですか？はい、ですね、妊婦さんになるとあの定期的に産婦人科で検診があるんですけど、はい、その前などにデリケートゾーンの脱毛に来られる方が多いんですね。で、時期としては、まあ、妊娠初期の方から、はい、もう来月生まれるよっていう、はい、臨月の方も多いです、はい、あ、そうなんですか。それは妊婦さんはそのどんな脱毛を希望される方が多いですか？ですね、すべてオールオフっていうんですけど、すべて毛を全部なくしてしまうんですね。はい、はい、というのは産後のために皆さん、はい、脱毛される方が多いです。あ、そうですか。それはブラジリアンワックスですとか光脱毛とですとかいろいろな種類があると思うんですが、どれが人気ですか？妊婦さんに光脱毛の機械を当てることはできないので、はい、ブラジリアンワックスのみになります。あ、そうなんですね。でも妊婦さんでもブラジリアンワックスをやってこう回数を重ねていくと少し自分でも処理しやすかったりですとか、薄くなったりですとか、そういったことも期待はできるんですか？そうですね、まあ、それは個人差がありまして回数なんかもちょっと違いはあるかと思うんですけれども、はい、妊婦さんになると体の自由がね、なかなか難しくなって、お腹も大きくなって、確かに大変なので、はい、やっぱりサロンで全部きれいにすると、はい、ご自身でも楽なんだと思います。なるほど、そうなんですね。またちょっと気分も違いますもんね。お店でやっていただくとすっきりして、気分も変わって頑張って出産に臨めるぞという気分になりそうですよね。そうですね、はい、清潔さも保てますし、うん、大事な時期ですから、はい、やっぱりその赤ちゃんが出てくるところに近いんでね、はい、脱毛していつも綺麗にしておくっていうことはとっても大事なことですから、はい、そうなんですね、はい、ルラのスタッフの方、女性の方で実際にこう妊娠を経てこう出産されてっていう方たくさん働かれてると思うんですけれども、実際にスタッフの方もやはり妊娠したら脱毛されたりっていう方もいらっしゃるんですか？私たちがその妊婦の時にはブラジリアンワックス私知らなかったので。おー、そうなんですね、はい、はるか昔ですから出産も、はい、なのでそうなんですか、はい、そうですですので今はブラジリアンワックスとか光脱毛っていうのが流行ってるから、はい、今の妊婦さんはとてもいいですよね。あ、
自分がその時にやりたかったです。あ、そうさんもご自身の時にあればというのが。そうですよ、もうその後が楽ですもん、本当に。そうですよね。なるほど。じゃあ、妊婦さんで質問のお電話がかかってきたら、もうぜひっておすすめしたいと。そうです。そうなんですね。で、みんな出産を経験してるので、なんか脱毛以外の話でも、出産についても、なんか私たちで分かる範囲で、はい、みんな子供2人以上いるから、いろんなアドバイスもできますし、はい、そういうお話するのも楽しいので、はい、妊婦さんは私たちすごい嬉しいです、来てくださるの。なんか女性のスタッフならではの思いですよね。なんかこう頑張ってっていうエールの気持ちも込めて脱毛するぞっていう感じでしょうかね、スタッフの皆さん。そうです、臨月で来てくださるとなんか嬉しいですよね。ああ、じゃあ実際にこうお客さん出産されてまたルラにお越しになる方とかもいらっしゃると思うんですけど。そうです、生まれたらもう必ず連れてきてっていう約束とかしたりして楽しみです。そうなんですね。脱毛されている時のお話ですとか、その時の気持ちのコントロールとかもスタッフの方々すごく気を配られていると思うんですけれども、そういう面でもなんかこう一緒にこう出産の経験がある方がやってくださると安心だったりするかもしれないですね。そうですね、そういうふうに言ってくださる方が多いです。わかりました。じゃあ妊婦さんにもブラジリアンワックス脱毛おすすめということで。はい、はい、ありがとうございます。はい、今回はトータルビューティールラのスタッフスホーさんに、妊婦でも脱毛できるのとお伺いしました。スホーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。番組ホームページに質問フォームがあります。脱毛に関する質問、それから毛についてのお悩みがあればお気軽にお寄せください。